呂道は古武道の神道無双流上術を起源とする現代武道である。江戸時代初期の武術家無双権之助が創始した神道無双流上術を起源とする。東流の伝承では、権之助は二度宮本武蔵に敗れた後、常術の研究を重ね、再び武蔵と立ち会い勝利したとも引き分けたとも言う。江戸時代には福を藩で、主に下級武士が、 保守術として学んだ。明治時代に創立された第二本部特会は、優れた、常術家に、藩士、教師、蓮師の称号を授与した。昭和初期の常術藩士、中山博道は、剣道、居合術と共に常術を指導した。また、福岡県出身の清水隆二は、警視庁に宝飾主計常術を指導した。 1956年、神道無双流浄術が全日本剣道連盟に加盟し、全剣連は剣道、居合道、浄道を三道として普及する方針を打ち出した。1968年、清水隆二、乙、藤,藤一蔵らによって、全日本剣道連盟浄道が制定された。現在最も修行人口が多く、一般に浄道といえば全日本、剣道連盟浄道を指す。 単独で行う、基本と二人で行う、形がある。内立ちは、木刀、しつえは、つえと呼ぶ木製の棒を用いる。使用するつえは、神刀無双流と同じ四尺二寸一分、計八分の白かしの棒が標準であるが、本来は、立って足元から胸の高さまでの長さが良いとされている。木刀は三尺三寸五分、柄の長さ八寸の白かしを使用する。 打つつく払う技を寸止めで演武し、気合は打ち込みで、えい、きで、こ、と力強く発生する。試合は二組で紅白に分かれ、決められた手順の形を演武し、審判員の評価で勝敗を決める。剣道のような自由に技を掛け合う試合ではない。1974年から全日本浄土大会が開催されている。 全日本剣道連盟剣道の段級異性に準ずる。ありがとうございます。